和16年12月8日、日本はアメリカ、イギリスなどの連合軍を相手に太平洋戦争に突入。4年が過ぎた昭和20年、アメリカ軍は太平洋を次々と攻撃しながら日本本土に戦線を絞り込んでいた。あらかじめ日本の航空基地を壊滅させたアメリカ軍第20爆撃兵団は、空の要塞と呼ばれるボーイング29の大編隊による日本本土絨毯爆撃を開始した。それは人類が初めて体験する激烈な空襲となった。一方、アメリカではマンハッタン計画と呼ばれ、オッペンハイマーをはじめとする科学者たちが3年越しに研究を続けている核兵器の製造が完成されようとしていた。さあ、畑へ行こうや。お父ちゃん、もうすぐこの麦食えるの。嬉しいな。わしゃ、パンを作ってもらうぞ。わしゃ、うどんじゃ。いっぱいいっぱい作ってもらうぞ。ゲン。ん？シンジ。ん？麦はの、麦は寒い厳しい冬に芽を出して、何回も踏まれ、大地にがっしりと根を張り、霜や風雪が襲いかかってきても負けんでまっすぐ伸び、立派な穂を実らせる。お前たちも麦のようにたくましくなれ。ゼロ。もうお聞き飽きたよ、父ちゃん。ああ、かいしめ。弾けそうこの胸のときめきが、あまりにも広すぎる青空は、揺らめくこの想い、夏の日を見てるとなおしみてくる。裸足で走り出す、足元をくぐって風が吹いてゆく。愛がどこにあるものか、誰か教えてはくれないか。そんな思いを募り、思いは溢れ、弾けそう胸のときめきで、大山信夫、ただいまより出征いたします。お見送りありがとうございます。大山信夫君、万歳！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 勝ってくぞ取り下がしく、幸せ国を手なからは、絵柄立てずにしなよか。進軍は馬聞くたびに、じゃあありませんか。軍隊は金の茶碗に金の箸、仏様でもある前に一膳飯とは情けない。
減ったのう。うん、わしは目が回るわい。わしもじゃ。ほれほれ、今日の雑炊はとびっきり中身が濃いぞ。本当か。本当じゃ。見ろ、今日の雑炊は足が立つ。すごいよ。お父ちゃん、わしも雑炊食いたいよ。食いたいよ。我慢せ、配給の食券はもう使うてしもうてないんじゃ。食いたいの。食いたいわい。この野郎、まで噛むな。あの、わしはな、順番取ってあったんじゃ。じゃっかまし、文句抜かすな。あなた、どうぞ。やったな、この野郎。この、どうだ。やれやれ。まったか。情けないの、大の大人が雑炊一杯であのざまじゃ。まったくじゃ、たかが雑炊一杯で。腹減った。ただいま。おっと、おっと、腹減った。ただいま、なんか食う。しょうがないね。ずるいぞ、もう隠しとってないか。アウさ、踊れや、シンジ。我ら一人で行くか。来るな、来るな。待て、このといけんのよ。なんでじゃ。おいおだれや。この芋はね、お母ちゃんのお腹の中の赤ちゃんにあげる大切な芋なんよ。あんたらが食べたら赤ちゃんは死ぬるんよ。赤ちゃんが死んでもえんね。えー、こうちはえんよ。元と真珠にやりんさい。お母ちゃんが酔っても赤ちゃん困るわいね。えー、こはよ食べて。あんたら我慢しんさい。わかった？子供らに腹いっぱい食べさせてやりたいですね。うん。金を出しても食料が買えんのじゃけ。情けない世の中ですよ。とにかく頑張るしかないの。どうした？赤ちゃんが腹の中で暴れとるんですよ。くすぐったくて。そうか。元気な赤ん坊を産んでくれよな。頼むぞ。元気ですよ。あ、また蹴った。何笑っとるんじゃ。赤ちゃんが暴れるけおかしいよ。へえ、どんなに暴れとるんじゃ。で。ありゃ、動いた。動いてる動いてる。この調子じゃ男じゃの。生まれてみんとわからんのよ。シンジ、男の子がいいの。おうよ、あんちゃんはいつもわしにバッとるっけ。今度はわしがバレるわい。お母ちゃん、絶対男の子めよ。わしの子分にするんじゃけ。シンジの子分にされたら何を教えるかわからんけ。お母ちゃん心配で困るよ。おうじゃ、お前には負けされんわい。ずるいじゃん。冗談よ。シンジはええお兄ちゃんじゃけ。赤ちゃんが生まれたらええこといっぱい教えてね。嬉しいの。はよ生まれんかの。
どうするんじゃ。お母ちゃん心配いらんけ。どうせ偵察機が来とるんじゃ。バカインサンだ。この間四丁目の子が機銃で撃たれたの忘れたの。東京も横浜も名古屋も大阪も沖縄まで日本中が爆弾攻撃にやられて焼け野原にされとるんじゃけ。ふざけとる時じゃないんよ。それにしても不思議じゃの。周りの都市はみんなやられとるに、なんで広島の町は攻撃されんのじゃろう。よかったね、今度も無事。どうしたお母ちゃん。どうしたんじゃ。ちょっとめまいが。君。お母ちゃん。源、医者呼んでこい。うん。英子、布団敷け。うん。君。君。しっかりせ。しっかりするんじゃ。君。あんちゃん、お母ちゃん知るんか。お母ちゃん、死ぬんか。しゃがし、そんなことあってたまるか。先生、来てくれ。お母ちゃんが大変なんだけ。お母ちゃんの中に中にわしの子分がおるんじゃけ。おい、そがいに急いだらわしの方が死んでしまうわい。先生は死んでもええわい。そうじゃ、お母ちゃんの方が大事や。どうなんですか。過労と栄養失調じゃの。安静にして栄養のつくものをしっかり食べれば回復しますよ。もっともこのご時世じゃ薬も満足になし、栄養のつくもんも手に入らんときじゃけ。とにかくお大事に。
らいこっちゃ我が家の重大事件じゃ。えらいこっちゃわしはたまらんよ。どうしたんじゃ、うん、英子。うん。お米、ほとんどないんよ。お金も、のうなっとる。わしが何とかするけの。お前はええから。はよ仕上げて、問屋さんに届けりゃ、お金何とかなるじゃろ。お前は体が弱いんじゃけの。平気、平気。英子。食えるかのおうぞの栄養あるかのわからんのお母ちゃんに食べさせてみようか。うん。パケだれ。お母さんどうしたんかね。僕さん昨夜なんか騒しかったようじゃが。お母ちゃん栄養不足で病気になってしもうたんじゃ。そりゃ心配じゃのう。鯉の生き血を飲んで身を食べると精がついてええ言うがのう。鯉？鯉？な？うん。鯉が病気ねえとは知らんかったのう。お母ちゃんに食べさせてやりたいのう。鯉が欲しい！欲しい。シンジ、アンちゃん、突撃じゃ、玉砕じゃ。
おっさん、殴れ、もっと殴ってくれ。その代わり、殴った気が済んだら、この声をわしにくれや。そうじゃ、わしも思いっきり殴ってくれ。その代わり、声をちょうだいよ。踊れら、どうして本当に恋を欲しがるのか。お母ちゃんに恋の生き血を飲ますんじゃ。ほうじゃ、お母ちゃん元気にしたいんじゃ。お母ちゃんを死なすとはないんじゃ。お母ちゃんを助けてくれや。おっさん、お願いじゃ。お願いじゃ、お願いじゃ。ダメか？どうしてもダメか？おっさんの青だれ。お母ちゃんが死んだら化けて出るよ。言いつけてやるわ。親孝行したい時には親はなしか。わかった、持ってけ。恋はやる気、もう泣くな。本当か？嘘ついたら針千本飲ますぞ。バカたれ、そりゃお前らに言うことじゃ。本当にこの恋はもろうてきたんか。くどいの、本当にもろうたんじゃ。嘘じゃないぞ。それより早よ料理してお母ちゃんに食べさせんさいや。早よ。英子、料理してくれ。はい。お母ちゃん元気になるかの。そうじゃの、元気になるとええの。お前らにも心配かけてすまんの。お父ちゃんも頑張るけ。お父ちゃん、わしらいつになったら腹いっぱい食えるかの。戦争が終わりゃなんとかなるじゃろう。戦争が終わるんか。時期は終わるじゃろう。この戦争は日本の負けじゃ。日本の負けならなんでいつまでも続けるんだろう。今の国の指導者も間違っとるし、軍部の奴らもどうかしとるんじゃ。お父ちゃん、そんなこと言うからみんなから非国民って呼ばれるんだろうが。ほうじゃ、わしは非国民じゃ。お父ちゃんはそのことを誇りにしとるんじゃ。こんな人を殺し合う戦争が正しいはずなあじゃろう。非国民と罵られてもええ、卑怯者と言われてもええ、人の命や自分の命を守るのが本当の勇気じゃ。そのための戦いだけが本当の戦いじゃ。現信じ、卑屈になるなよ。胸を張るんじゃ。ええな。お父ちゃん。なんね。わし、お父ちゃんが好きじゃ。わしもお父ちゃんが好きじゃ。ほうか。ええのかね、うちだけこんなに魚食べて。何言うとるん、病気なんじゃけ当たり前よね。悪いね。おいしい？おいしいね。シンジ、なんね、シンジ。あのね、うん、シンジ、お前お母ちゃんに何を言うたんじゃ。
お母ちゃんが魚食った後、残った骨をわしにくれと言うたんじゃ。ほんまにそう言うたんか。そう言うたんじゃ。わかったれ。あんちゃんのバーガー、殴らしめよお前。ケンジ、はよ来い。あんちゃんのバーガー、バーガー。エコちゃん、エコちゃん。はい。これ皆さんに食べてもろてつかさい。え？どうぞ。お米？少なですが。奥さん、ありがとう。あんちゃん、声はほんまに大きくな。うん、お母ちゃんだいぶ元気になったわい。はごめんください、中岡さん。あのさん、家に来るとは思わんかったの。えらいこっちゃ、恋を盗みに行ったのがバレちもうた。お父ちゃん怒ると恐ろしいけんの。そうだったんですか。申し訳ないこといたしまして、よし買っときますき。いやいや、やめてください。あの二人を叱ったらわしが困ります。わしゃ、あの二人が好きになったんです。中岡さん、あんた親孝行な、ええ、息子さんを持っとられますの。わしゃ羨ましいですよ。あんちゃん、どうするんじゃ。どうにもならんわい。殴られる覚悟しとけよ。わしゃ恐ろしいよ。ゲン、シンジ、ここへ座れ。ここへ金さい。ゲン、シンジ、あんちゃん、恋のおっさん草餅をくれよった。あんちゃん、うちのほっぺたくそじゃ。おいしい、おいしい。ええおっさんじゃの。ええおっさんじゃ、表彰状やらんといけんの。その日午前2時45分、マリアナ諸島にあるアメリカのテニアン基地から3機の B-29 が飛び立った。お母ちゃん、うちが洗濯するけん、まだ無理したらいけんよね。ええよ、あんまり休んでると体がなまるけん。お父ちゃん、ええじゃろこの船、あんちゃんが作ってくれたんじゃ。ええの。あんちゃん、学校から帰ったら乾いて船走らすんじゃ。ほうか、そりゃ楽しみじゃの。お、敵さん今日は早うから来たの。また偵察来ちゃったの。お父ちゃん、 B の飛行機もじゃ。よう晴れとるけ、はっきり残っとるの。今日は暑なるぞ。 Weather observation plane easily calling Enola Gay, calling Enola Gay. Weather's fair and clear over Hiroshima. Condition favorable for bombing. Roger Enola Gay, getting ready to drop on target.お姉ちゃん、わしは先に学校へ行くぞ。うん。あんちゃん、早く帰ってこいや。帰って船を走らすんじゃけ。おう。約束じゃぞ。おう。お父ちゃん、お姉ちゃん、早く来てみんさいや。なんで。どうしたんじゃ。アリが家の中入ってくるよ。ものすごいね。も
なってるんじゃ。B じゃ。え ?B 二塾じゃ。ほんとじゃ。いつの間に来たんじゃ。おかしいね。空襲警報ならんもんね。どうしたんだろう。Altitude 3,600 feet. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb. どうしたんじゃ。さっぱりわからんの。えい、わしの上になんでこんなもんが。うわ、やれやれ。うわっ、どうしたんじゃ。しっかりするんじゃ。へっ、死んどる。誰か誰か来てくれ。一体どうしたんじゃ。うわ、
お化けじゃ、みんなお化けじゃ。父ちゃんが燃える、英子が燃える、真珠が。燃える、燃える、みんな燃える。母ちゃん。お母ちゃん。お母ちゃん。しっかりせんかい。何をしとるんじゃ、早よ逃げんか。奥さん、やっと奥さん、しっかりしなさい。安心じゃろ。ゲン、わしゃいかにゃならんけ。お母さんを大事にしてあげや。ありがとう、ボクさん。お母ちゃんどうしたんじゃ。
赤ちゃんが生まれる。赤ん坊、サンバさんかお医者さんを呼んできて。わかった。それからどこかでたらいとバケツと布団や布切れをいっぱい持ってきんさい。うん、念のためハサミと糸。どうするんじゃそんなもん。へそのを切るためにいるんよ。わかった。サンバさんはおらんか。お医者さんはおらんか。サンバさんはおらんか。お母ちゃんに赤ん坊が生まれるんじゃ。助けてくれ。ダメじゃ。どうしよう、どうしよう。お母ちゃん、ダメじゃ。サンバさんもお医者さんもおらん。どうしよう。あんたが取り出すんよ。そんなわしできんよ。やるんよ。ええね。わかった。水を汲んでくるんよ。よし、水か。赤ちゃんが生まれたらよう水で洗ってやって。うん、お母ちゃん頑張れ。生まれる、生まれる。優しく持つんよ、赤ちゃんの頭。こいつちんぽけないの。女じゃ。おいじゃがしわくちゃで猿みたいじゃの。赤ちゃんはみんなそうなんよ。お前もそうじゃったんよ。そうか。おいじゃ大丈夫じゃ。こいつは美人になるわい。やい、お前をわしがこの世に出してやったんじゃ。感謝せよ。わしの言うことを聞かんと承知せんぞ。わかったか。お母ちゃんと赤ん坊を守ってくれ。男をめよ。わしの子分にするんじゃけ。お父ちゃん、お姉ちゃん、シンジ、赤ん坊が生まれたよ。シンジ、お前の子分は女じゃ。あーあーあー。お父ちゃん、お姉ちゃん、シンジ、みんなこの赤ん坊を見れんのじゃの。赤ん坊家臣さん、うん、ええか、よう汲み解くんよ。お前のお父ちゃんとお姉ちゃんとお兄ちゃんを殺した戦争の姿、よう見とくんよ。ええね、ええね。うわ、雨じゃ。大変じゃ。なんじゃこの雨は。えらい黒い雨じゃの。この黒い雨は広島市の西北部に集中的に降り続く。これがその後何十年経っても人々を苦しめ続ける雨だとはまだ誰も知らなかった。原子爆弾の爆発とともに大気中に撒き散らされた放射能は塵とともに上空へ舞い上がって雲になり、放射能を含んだ雨となって人と大地の上へ降り注いでいたのだ。4000度の熱線と爆風と火災による破壊、それに続く放射能の雨による汚染が核爆弾第二の恐怖だった。母ちゃん、うるさいの。眠れんの。水を欲しがっとる。かわいそうじゃね。飲ましてあげよう。しっかり、震災。しっかり。はい、水ですよ。さあ、元気を出して。
おい、どうしたんじゃ。あら、死んどる。この人もじゃ。どうしたんだろう。水を飲むとみんなすぐ死ぬる。母ちゃん、飲ませんほうがいいぞ。ほうじゃね。お母ちゃん、これからどうするんじゃ。ほうじゃね。うちらの親類はみんな市内にあるけ、家は焼けたじゃろうし、行くところもないし、うちは頭の中が混乱して何をしていいか困ったね。よしよし。どうしたんじゃ。父が出んのよ。父が出んと赤ん坊が死ぬぞ。そういや、今日で三日もうちら水ばっかり飲んで何も食うとらんね。何か食べるものを探さんと。お、よし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 。お母ちゃん、待っとれ。どうしたんじゃ、ゲン。わしゃ、食い物探してくるけ。ゲン、死なせんぞ。お母ちゃんも赤ん坊も絶対に死なせんぞ。待っとれよ、待っとれよ。とは言うても、どこへ行ったらいいんじゃ。おい、その握り飯はどこで手に入れたんじゃ。陸軍のトラックが配って回っとるんよ。ほんとか。どこじゃ。知らんわい、自分で探せや。わしら土橋でよう見てきたんじゃ。土橋か、陸軍のトラックか。おーい、わしにも握り飯くれや。整理を急げ。早く夜間と死体隠さるぞ。はい、片付けても片付けてもキリがないの。臭いの、ほうじ茶がすごい死体じゃの。消防の帽子じゃ。すごい、すごいの。人間がまるで石ころと同じじゃ。あの死体の一人一人が泣いたり笑うたりしとったなんて嘘みたいじゃ。地獄じゃのう。やけどの後にウジ虫が湧くとは思わんかったの。こいつが動くともう痛うてかゆうてもてんけ。ウジ虫が食えりゃええの。バカったれ、食い物の話はすんな。どなたかお願いします。この子に父をやってくれませんか。死にそうなんです。お願いします。あの、すみません。死んどるのも知らんと。どなたかこの子に父をやってください。お願いします。うるさいね。そんとな、赤ん坊はよ死にゃええんじゃ。死ね、死ね、死んじまえ。何を言うねん。うちが殺してあげるけ、過信さんや。何をするんだ。やめて、やめて。ついんさい、ついんさい。うちの父が空っぽになるまで吸いんさい。奥さん、ごめんね、乱暴なこと言って。
元気な赤ん坊がつい羨ましゅうて、うちの赤ん坊はあの通りじゃけ。もううちの父は役立たずなんよ。この子にしっかり吸ってもらうよ。奥さん、よかったね、お前。本当によかったね。みんな亡くなってしもうた。何もかも消えてしもうた。寒い。寒い。兵隊さん、頭がおかしいんか、この草暑いのに。寒い、寒いんじゃ。雨浴びたけ、風邪ひいたかの。兵隊さん、クソしとるぞ。バカだれ、わしがクソなんか。血じゃ、血便じゃ。わしゃいつの間に。兵隊さん、ハゲだらけじゃの。バカたれ、わしがハゲてなぞ、おら。どうしたことじゃ。どうしたんじゃ。兵隊さん、しっかりね。どうしよう。どうしよう。どうすりゃいいんじゃ。とにかくなんとかせんと。わし腹が減っとるんじゃ。よし、できたぞ。よっ、やった。わし頭がええの。兵隊さん、しっかりせよ。救護所はどこじゃ。救護所は、救護所はどこじゃ。看護師さん、はよはよ。ええか、生き残れそうなやつだけを手当てせ。はい。もう薬という薬は何一つ残ってないんじゃ。この兵隊さんを見てくれや。死にそうなんじゃ。また来たか。どれ、下痢をしたり血を吐いたり寒がったりせんかったか。したぞ。早く手当てしてやってくれ。その必要はなくなった。もう死んどる。ピカじゃ。これはきっとピカじゃ、ピカじゃ、ピカのせいじゃよ。一個の原子爆弾は一瞬にして20万以上の人々を殺しただけでなく、残留放射能という目に見えない化け物になって、死体整理の兵士や肉親の安否を尋ねて焼け跡に入ってきた人々の肉体に忍び込み、細胞の破壊を続け、急性白血病や癌にして殺していった。きっとピカのせいじゃ。バカだれ、バカだれ、バカだれ、バカだれ。ん、なんじゃこりゃ。米じゃ、炭になっとる。ほか、ここは市場の倉庫じゃ。もったいないの、これだけの米がこんな炭になったら食えんわい。やっぱりじゃ、中の方は焼けとらんかった。やったー、やったー、やったやったやったー。米じゃ、たくあんもあるんじゃ。お母ちゃん、もう大丈夫じゃ、安心せや。げん、ありがとう。よう手に入れてくれたね。お母ちゃんもいろいろ集めたの。
おお、よう寝とる。こいつに名前をつけんといけんの。そうじゃねえ。なんかええ名前がないかね。えらいたくさんの日じゃ。亡くなった人を焼いとるんよ。いっぱいいっぱい死んだの。ほんとじゃねえ。やりきれんの。やりきれんね。お母ちゃん。なんね。こいついっぱいいっぱい友達ができるとええね。ほうじゃ、トモコはどうじゃ。トモコ、そりゃいい名前じゃねえ。トモコにしよう。よし、お前は今日からトモコじゃ。ゲン、お前どうしたんねん。大きなハゲ作って。わしはハゲてなんかおらんぞ。ほんとじゃ、いつの間に。もう死んどる。ピカのせいじゃ、原子爆弾のせいじゃ。ゲン、いやじゃ、わしは死にとうない。どうしたんね。怖いよ、死にとうないよ。何言うんね、死にやせんよ、大丈夫よ。この頃アメリカは広島市の破壊が原子爆弾であると発表。まだ戦争を続けるなら第二の原爆を投下すると警告、日本の無条件降伏を迫った。しかし日本の戦争指導者たちはこれを黙殺。広島市の惨状を一切国民に公表しなかった。太平洋を開かんと欲す。人はここに国体を保持し得て終了なる南自新民の。ゲン、なんねえ、お母ちゃん。本当にお父ちゃんも英子も真嗣も死んだんじゃねえ。ほうじゃ、死んでしもうたんじゃ。おっさん、どうして泣いとるんじゃ。さっき天皇陛下の放送があったんじゃ。日本は戦争に負けたぞ。無条件降伏で終戦じゃ。なんが今頃終戦ね。お母ちゃん、元気出してくれや。わしがお父ちゃんの分も頑張るけ。よし、ここに家を作るんじゃ。トモコ、泣くな。よし、よし。お母ちゃん、父が電子ね。思いばかしじゃのうて、本物のミルクを飲ませてやりたいの。お前の見つけてきた米ももうじきなくなってしまうし。さあ食べよ。トモコ、こっちへ。働くところは見つからんし、本当に困ったね。困ったの、なんとかせんと。誰じゃ。うわ、この野郎。待て。えい、えい、おー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 、お
お母ちゃん、こいつの顔見てみ。ほれ、この顔見てみ。話せよ。信じ。あくまじ、わしは信じゃないわ。信じじゃないんか。違うわ。信じが生きとるわけないしね。わしは近藤竜太じゃ。もう四日も何も食うとらんけ、雑炊の匂いがたまらんで、つい。あんた身内は？みんなペカで死んでしもうたわい。お前、死んだ弟にそっくりなんじゃ。わしは竜太じゃ。わしの分じゃ、食えや。わ、いいんか？うん。ほんとにいいんか？うん。我は慌てんと食べや。あよ食べんと取られるわい。取りゃせんわい。ほんとか？安心せえや。あんたどこへ住んどるんね。その辺の焼け跡じゃ。おばちゃんの分もええんよ。座って食べんさい。ほんとか？しかし信じに用にとるの。本当じゃね。世の中にはそっくりの人が5人おると言うそうじゃけど、本当に驚いた。あれ、えんか？あれはからじゃ。とてもよそのことは思えんよ。お母ちゃん、なあ、どうだろう。ほうじゃね。うちらだけでも大変じゃけど、信二が生きとると思やええんじゃけ。ほうよ。こんなにうまいもん食うたんは久しぶりや。あんたここに降りたかったらおってもええんよ。竜太おれや。あたしらと一緒に暮らそう。そせそせ。おばちゃん、わしゃ何のお礼もできんけ、肩を揉ましてくれや。わしゃ死んだお父ちゃんをようもんだっけうまいんじゃ。ありがとう。おいじゃが、子供はそんな心配をせんでもええんよ。家族なんじゃけ。わし、こんなにあげすされた初めてじゃ。わあ。あんまり大声でなくと、トモコが目を覚ますぞ。ほら、やっぱりじゃ。ちゃんと泣いてもええんよ。よしよし。はい、出来物じゃの。そうなんじゃ。栄養必要なんよ。はよ栄養つけてやらんといけんのに。よっしゃ、わしにええ考えがある。わしらに仕事をさせてくれ。どんな仕事でもします。します。どんなことでもします。します。仕事をくれそうなのはおらんの。おらんの、あんちゃん。お前今なんて呼んだ？あんちゃんって言ったんじゃ。もう一回呼んでくれ。あんちゃん。もっとじゃ。あんちゃん呼ばれると嬉しいんか？おお、嬉しいわい。おいじゃあもっと呼んでるわい。あんちゃん、あんちゃん、あんちゃんはいらんか。安くしとくよ。バカたれ。お前らほんまにどんとな仕事でもするんか。おじさん仕事くれるんで。無事に仕事をやり遂げたら1日10円やる。10円？やる。やります。あ、ほんじゃついてこい。すごい家じゃの。大変なお金持ちじゃ。さあ入れ。またお父ちゃんが誰か連れてきたよ。どうせすぐ逃げ出すのに。お前らの仕事場はここじゃ。なんじゃこの部屋は。クソも正面も垂れ流しじゃ。うちが湧き放題じゃ。たまらん。刑事、お前の身の回りの世話するもんを連れてきた。何でも言いつけてくれ。兄さん。ええな、お前ら。しっかり世話せよ。待ってくれ。話があるんじゃ。兄さん。やっぱりじゃね。すぐ逃げ出すよ。ようこんなになるまでほっとくの。まいったの。どうするあんちゃん。10円
じゃ、トモコのミルクがいるんじゃ。そうじゃない？こら、ハゲタカ。ん？わしらのことか？楽しいの。はよ、わしのうじを取って、部屋の掃除をせ。はーい。はーい。うじは白いな、汚いな。お掃除、お掃除、楽しいな。あいつら逃げ出さんね。頭がおかしいよ。ハラコ、アキコ。ピカの病気がうつったらどうするんね。はよ、あっち行きんさい。あなた、誠司さんを病院へ移すことはできんのですか？どこの病院もピカドンを受けたもんで満員じゃ。そこをあなたの金と力で。そんとに誠司を毛嫌いしてくれるな。わしのたった一人の弟じゃけ。実の兄のあなたにしたって嫌がって寄りつかんじゃないですか。クソってお化けみたいな姿で、まあ獣みたいに大声を上げて、近所の人はこの家のことをお化け屋敷言うとりますよ。誠司さん、早よ死んでくれませんかね。分かったれ。うわあ、いて、何をするんじゃ。もっと丁寧にせんか、分かったれ。蹴らってもええだろう。海が溜まって包帯が剥がれんのじゃ。やかましい、ハゲタカ。丁寧にやれんいうのが分からんのか、ハゲタカ。踊りゃあんちゃん、こいつ死後仕上げだろうか。10円じゃ。机の上の本取ってよこせ、ハゲタカ。わしゃハゲタカじゃないわ、中岡源じゃ。ほうじゃ、わしゃ近藤瑠璃たち。腐りかけの体を飯の種にするもんはハゲタカじゃ。分かったか、ハゲタカ。こらえ、一日10円じゃ。ほうじゃ、10円じゃ。ほれ、ほんじゃ。拾え、ハゲタカ。じゃ水を飲みたいぞ、ハゲタカ。ほんじゃ。拾え、ハゲタカ。リュウタ、なんじゃ、あんちゃん。10円はやめじゃ。ええとしやがって余ってるな。おりゃおりゃ、おんどれの面倒なんか見られるか。おう、こんなバカったれ、相手にできるか。わしゃ帰るわい。おい、群れくつがあるわ。ま、待て、中岡源、近藤龍太。おんどれや、初めてわしらの名前を呼んだの。ん、殴られて痛かったんか。違う、嬉しかったんじゃ。殴られて嬉しいとは変わっとるの。面白いやつやの。もっと殴ったろうか。うん、殴ったね。映像、たくさん殴ってくれ。どうしてそんなに殴られたいんじゃ。皮一枚剥げただけで人の心は醜う変わるもんじゃ。兄貴も嫁さんもおじさんおじさんとしとうてくれた春子も秋子もみんなわしから離れていった。いろんなやつがわしの世話しに来たが、どいつもこいつもすぐこそこそ逃げていきやがった。お前らだけじゃ、真剣にわしに向こうで来てくれたんは嬉しかったんじゃ。リュウタ。なんじゃ、あんちゃん。お母ちゃんに知らせてこい。何をじゃ。わしはしばらく帰れんとな。わかった、あんちゃん、行ってくる。ゲン、ゲン、誠司さん、元気を出せ。泣くなよ、笑うて元気を出せや。笑うて苦しいことは吹き飛ばせ、ほーれ。やめ、やめけんか。やめろけ。ゲンの言う通りじゃ、わしゃ元気を出さねえから。好きな絵もこの手じゃ二度と描けよう思うとったが、手使わんでも絵は描ける。ダメじゃ。頑張れ、誠司さん。ほうじゃ、めげるな。くそ。頑張れ、頑張れ、めげるな。そうだ。
100円入っとる。100円？いやお前らに世話してもろうて弟も喜んどるじゃろう。わしゃ腹の底からありがたい思うとる。ぼうか、兄貴がそんなこと。うん、これでともこにミルクを買うてやれる。よかったの、また来てくれよ。誠治さんも頑張れよ。ほうじゃ、頑張れ。大丈夫じゃ、わしゃやるぞ。お前らこそ頑張るんじゃぞ。じゃんじゃんじゃがいもさつまいも焼いて煮こらして食べたならお腹膨れてブーブーブー臭い屁が出てブーブーブー。あーだーこてけこてけ。ミルクはいらんか。ミルクは栄養たっぷりのミルクじゃ。アメリカ直送の粉ミルクじゃ。ここにあるだけじゃ、あとは手に入らんぞ。おっさん、そのミルク全部わしにくれ。お、踊りは銭持っとんのか。ほれ、この通りじゃ。なに？お母ちゃん、トモコ、おばちゃん、ミルクじゃ、ミルクじゃ、ミルクの大豊作じゃ。トモコのミルク、トモコのミルクじゃ、トモコのミルクじゃ。お母ちゃん、おばちゃん、お母ちゃん、ただいま。見てくれ、本物のミルクじゃ。やみいちろ、全部買い占めたんじゃ。もう何も心配いらんけえな。ほんじゃ、これでともこちゃんも元気になれるぞ。はい、ほいてきた。隊長、大成功であります。ご苦労。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。気をつけ、頭左。見てくれ、お母ちゃん。ゲン、遅かった遅かったよ。トモコ、トモコ、トモコ、目開けよ。本物のミルクを持ってきたぞ。トモコ、どうしたんじゃ。はい、お目開けよ。トモコが目を開け、トモコが泣こう。泣けや、泣けや、目を開けや。ダメじゃ、ダメじゃ、死んだらダメじゃ。なんで、なんで
んちゃん、広島には70年間草も木も生えんというのは本当かのう。わしらこれからどうなるんかのう。あんちゃん元気ないけ、わしは面白ないよ。あ、待て待て待て、えい、ん、あんちゃん来てみー、はよはよ。なんね、これを見てみー。ん、め、めじゃ、めが出とる。麦はの、寒い厳しい冬に芽を出して何回も踏まれ、大地にがっしりと根を張り、霜や風雪が襲いかかってきても負けんでまっすぐ伸び、立派な穂を実らせる。お前たちもこの麦のようにたくましく育って、豊かな穂を実らせろよ。麦が生きとる、へへ、生きとる。生きとるぞ、ピカなんかに負けんと。70年間、なんも生えんと言うたやつは誰じゃ。のう、あんちゃん。そりゃ、その頭。ん、毛じゃ、わしの頭に毛が生えとる。あんちゃん、その頭の毛は、トモコちゃんが死んで代わりに生えたかもしれんぞ。トモコが？そうじゃ、きっとそうじゃ。ええこと言うてくれるの。わしはトモコの命をもろうたんか。おうよ。麦生えた、毛も生えた、金粉の毛はまだ生えん。バカったれ。いや、おばちゃんに知らせてこ。お父ちゃん、わしは負けんぞ。生きて生きて生き抜いたるわい。見とってくれや。あんちゃん、はよ帰ってこいよ。はいって、船は走らずんじゃけ。約束じゃぞ。あんちゃん、何始めたんじゃ。シンジ、お前の軍艦じゃ。約束通りこれを走らすぞ。ええか、リュウタ。ええぞ。お母ちゃん、ええね。ええよ。今もまだ残し
されてる。人は誰でも夢を見て祈りながら生きてゆく。喜びも悲しみも過ぎ去る。運ばれるこの儚さは時の流れの名残花。人はいつでも謎解きを繰り返して生きて。しかも名を行く果てを知らない。委ねようこの切なさは愛の流れに溶けて